海外に行ってみて自分のなんか考え方が変わったなとかって思うことあります？日本ってこう島国やから固い考えの人が多いじゃないですか。一番変わったのは宗教ですね僕。うん、なるほど。 Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. This is Yo-Yo Japan. So today, I'm out on the streets of Tokyo asking Japanese people how do you live in a foreign country change them? So let's find out. On my Instagram, I'm sharing my life, famous tourist spots and great places to eat and drinkIf you follow me there, you'll learn about all of these awesome places. So if you haven't yet, please do. Okay, let's go. ご紹介お願いしていいですか？はい。僕の名前はショーンって言います。ジェイズクリブっていうチャンネルで、僕もインタビューみたいなことをやってまして、で僕は24歳で、英語と日本語を喋ってて、英語を喋れるようになったきっかけは、留学に行って、フィリピンとかカナダですね、に行って、英語を学びましたね。はい、ありがとうございます。でどのくらい行ってました？フィリピンはどのくらい行ってました？フィリピンは半年。半年。うん。カナダはどのくらいですか？1年くらいかな。留学行って自分自身のなんか人として考え方変わったなみたいな思うことってなんかあります？僕は多分もともとちっちゃい頃からこういろいろ海外に旅行行ってたから、まあ、そこでいろんな景色見ていろんな人を見ていろんな人と話してやっぱ結構こう日本ってこう島国やから固いクローズマインド固い考えの人が多いじゃないですか。だからその同じ意見が多いわけですよ日本人っていうのは。でも海外に行ってみて、まあ、いろんな人の意見聞いたりとかいろんな人の考えを聞いてこう視野が広がったっていうか、そういうまあ違った意見とか考え方をなんか受け入れやすくなったみたいな感じですね。全然もう受け入れるようになる、はいはい、なんか海外でしか学べないこと、例えば日本にずっといたらあこれ気づけなかったらみたいなのあります？その海外に行くと日本を外から見るじゃないですか。そういった面では、まあこう日本に住んでた時は、まあ日本の嫌な部分しか見えなかったんですけど、まあ海外に実際行って、日本の良さとかもめっちゃ見えたし、24時間の店が多いとか、日本人の良さ、悪さでもあると思うんですけど、他人に対してのこのリスペクト、最低限のリスペクトがあるじゃないですか。まあそういうのは日本の良さって感じましたね。逆になんだろう、海外に住んでみて改めてなんか日本やっぱここ嫌いだなみたいな。日本の嫌いなとこは日本人は結構人を見た目で判断しがち、僕のこの見た目でなんかこの悪いやつって思われるんですよ。なんかこいつチャラいわみたいな、めっちゃ嫌いなんですけどチャラいって見た目だけで、話してもないのにお前女の子とめちゃくちゃ遊んでるんやろみたいな、こう見た目で判断したりっていうのが僕は日本のダメなとこかなって思いますね。確かに見た目で判断って結構日本人確かにしがちっちゃしがちっすね。ということでインタビュー受けてくれてありがとうございます。ありがとうございます。軽く自己紹介とかお願いします。はい、今 TikTok の事務所をイギリスで運営していて、あと自分自身コンテンツクリエイターとして日本で今活動しています。海外とかってちなみにどちらの国住まれたことあります？ドイツ、カナダ、オーストラリア、イギリス。じゃあどんくらい住んでました？ドイツはだいたい2ヶ月くらい。で、カナダが1年いかないぐらい。オーストラリアは多分半年いかないぐらい。で、イギリスが2年。実際なんか海外に行ってみて自分のなんか性格だったりとか考え方が変わったなとかってなんか思うことあります？日本からやっぱ海外に行って最初の国のカナダですごい思ったのが、はいはい、同世代の人たちがもうみんな将来やりたいこととかやるべきことを見据えてもう行動して生活してる、はい、もっとやっぱり自分のやりたいことを見つけることってすごく大切だなっていうのと、それに向けて何か行動するっていうのが早いに越したことはないなっていうふうに思いました。海外って日本よりかはそういう夢を持って行動すぐ行動しちゃうとかそういうの多いイメージあります？多いと思います。何かやりたいって言った時に日本の傾向って失敗するのが怖いとか、あと失敗するかもよって周りに言われることがすごく多いと思うんですけど、海外に行って何かやりたいって言った時にみんな、あ、じゃあやってみなよ、手伝うよってすごいもう万全の体制でサポートしようとしてくれるっていうのがすごい印象が強いです。海外に行ってみて本改めて好きだなって思ったことと、逆になんか嫌いだなっていうかちょっとここ嫌だなみたいな思ったことって何かあります？日本好きだなって思ったのはやっぱり医療とか美容関係とかやっぱりすごいみんなすごく丁寧、うん、まあ海外も確かに丁寧だったんですけど、やっぱ日本の方たちの真面目さだったりとか時間とかもきっちりしているところだったりとかっていうのはやっぱりすごい大きいなっていうのと、私歯医者にイギリスにいる時に行ったんですけど、はい、もう高すぎて日本って本当に良かったんだなって
確かに医療とかは安いですもんね。すごい安いです。逆になんかちょっとこうなんか合わないなみたいな思ったことってあります？日本だと同じことをしなきゃいけないってやっぱりまだきっと多いと思うんですよね、うん、学生とか特にそうだと思うんですけど、どうしてもみんな同じにならなきゃいけないっていうところで、うん、私がやっぱりそうなるのが難しいタイプだとは思うので、例えば、まあ、20後半で金髪にしてたりとか、うん、好きな服装を着てるとかっていう時にやっぱりまだ少しその周りの目とかっていうのは若干厳しい、うん、それに関してその海外はそれを個性として受け入れてくれる、ね、何を着てても何どんな髪型しててもどんなメイクしててもそれが一つの個性で、あ、素敵だねって言ってもらえるのが、うん、やっぱりもっとこういうのが広まっていったらいいなっていうのはすごく思いますね。最近は本当に少しずつ良くなってきているけど、うん、やっぱまだなんか個性っていうか自分を出しづらい環境にありますよね。なんかインスタとかでもやっぱまたなんか顔を隠したりとか、なんか自分でも堂々とドーン写真上げるとかで、まだなんか恥じらいを覚えてる人とかってまだ中にいますもんね。そうですね。確かに。ということでインタビュー受けてくれてありがとうございます。ありがとうございます。自己紹介お願いしますか。はい、SNS 発信を日本から海外に向けてしております、日本のジョングクことノブです。よろしくお願いします。はい、ジョングクっていうのは誰ですか？BTS のアイドルで、はい、あ、自分見たことないですけど、はい、もう言われると、あ、もう全然言われないんですけど自分ではなるほど、自分ではやっぱそういう気持ちでやっていかないとと思ってます。なるほど。海外って、はい、どこ住まれたことあります？マレーシアとちょっとだけミャンマーに住んでました。マレーシアって何年ぐらい住んでました？はい、マレーシアはトータルで見たら1年半ぐらいですかね、はいはい、ミャンマーはちなみに？ミャンマーは4ヶ月ぐらい。なんだろう、海外に住んでみて人としてなんか考え方が変わったこととかって何かあります？一番変わったのは宗教ですね、僕。なるほど。はい、僕は無宗教なんですけど、日本の人たちって割と無宗教の人が多いじゃないですか。で、マレーシアとかってやっぱりイスラム教の人とか仏教の人とか結構宗教にちゃんと入ってる人たちが多くて、ちゃんとみんな信じるものがあるんだなっていうことにびっくりして、考え方がなんか変わりましたね。死生観がちょっと変わったというか。日本ではまあそういう、はい、なんだ、人ってあんまりいない、うん、でもそういう人が多い国に住んで関わってみて、そういうなんか人生観を考えることが増えたみたいな感じですか？とかもあるし、日本の人たちが孤独死する理由とかって宗教が関係してるって結構言われてるらしいんですよ。はいはい、一人になった時に何か信じるものがある人たちは自殺をすることが少ないみたいな、だから信じるものがあるのはいいなって思います。はいはいはい、はい、じゃちなみに今宗教は入ってはないですか？僕は無宗教です。何を信じてます今？僕は自分自身を信じてます自分自身、はい、確かになんかそこちょっとありそうっすよね。入ってる人はやっぱその、信じるものがあって、それでなんか、まあ、自殺しちゃいけないとかもあるじゃないですか、中には。海外に住んでみてなんか日本ってすごいいいなって思ったこと、逆になんか日本のここちょっと嫌いだなって思う点ってなんかあります？うん、まずいい点から言うと、めちゃくちゃ飯がうまいっすね。あ、なるほど。でやっぱ安い、はい、サービスがなんかありえない。例えば海外のコンビニとかってなんか適当にこうピピピってやって、はい、終わりみたいな、まあ、それでいいと思うんですよ、正直。もらってる価格にあれするから、うん、ただ日本の賃金って別にそんな高いわけじゃないじゃないですか。東京だと1000ちょいぐらい、はい、ってなった時にそこまでのサービスをちゃんとしてるのがマジですごいなって思います。優しい、優しいのかな。優しいってよりかはまあなんかもうそれが当たり前だよねみたいになっちゃってますよね、うん、それをやらないとすごいお客さんに言われちゃうとか、なんでまあ心よく気持ちよく接客楽しんでやってる人もいれば、なんかもうそれをやらないといけないっていう義務感でやってる人も確かにいそうっすけどね。逆になんかここちょっとなって思う点とかなんかあります？これは多分マレーシアと比較した時のあれになるんですけど、はい、若い人たちの政治とかへの意識がめちゃ低いなって思うっす最近。いや、それは、はい、そうですよね。僕マレーシアの選挙の時期にいたことがあって、もうその時期若い人たちがバイク乗ってすごいクラクション鳴らして、各党派ごとに分かれて道路ビュンビュン走ってるんですよ。なんかこっちの党こっちの党みたいな、すごい熱気というか。でも日本の選挙って別にそんなことないじゃないですか。まあ別にそれどっちが正解とかではないんですけど、シンプルにそこまでの熱量を持って国の政治に向き合ってる若い人たちがいるっていうのはめちゃすごいなって思いました。ありがとうございました。ありがとうございます。 Thanks for watching Up Until Now. How was itLet me know your thoughts in the comments. Anyway, I hope you enjoyed this video. And if you did, please subscribe to my channel. And don't forget to like this video. Okay, see you next time.